つ嫌いな将軍徳川海人は大流行しているカップヌードルの禁止を発動。その将軍の誤解を解くため松前藩から三船陽が、久留米藩から根室子が江戸城に向かったのであった。久保様こちらがカップヌードル味噌だよ。お口に合わぬ時は張り切ってお詫びします。ハロハロ終わり。